皆さんもこんにちは、筑波商科大学プロジェクト4の学生団体に所属しております高中龍之介と申します。よろしくお願いします。というわけで早速ですけれども、まずは簡単に大学のプロジェクト4とは何かということについて説明していきたいと思います。本学では学長の掲げる基本戦略のもと、教育及び研究、社会貢献を推進していて、4つのテーマから社会貢献へ対応しています。でその4つ目に当たるものが環境エネルギーのプロジェクトで、本プロジェクトは市川キャンパス、千葉商科大学の市川キャンパスで省エネを可能な限り行い、省エネと自然エネルギーで消費電力を賄う自然エネ 100% を目指すものです。そして私たちの学生団体の活動はこのプロジェクトの一環で行われております。2014年、ソーラーパネル千葉県野田市に設置されて、昨年にはメガソーラーの増設が完了いたしました。本学は RE100% へ向けて着々と準備をしてまいりました。そして現状がこちらとなっています。と緑色の棒グラフをご覧ください。こちらが今年の電気エネルギー量を示したグラフになっています。このグラフから4月5月ともに総出エネルギー量、庶民消費エネルギー量を上回り、自然エネルギー 100% をある程度達成していることが理解できます。しかしながらまだ 目に見えていない大きな問題が取り残されています。その問題とは、自然エネルギー 100% を達成するために学生は何もしていないという点です。世界的に環境問題への関心が高まる昨今の状況を鑑みると、環境意識を持たないということは時代が抱える問題を意識していないことになります。本学は時代の変化を捉え、社会の諸課題を解決する高い倫理観を備えた指導者を育成することをアドミッションポリシーとして掲げています。すなわち本学が教育の理念としている学生を育成するためには、大学が行動するだけでは足りません。学生が環境に対して意識を持つことが肝要となってきます。そこで私たち学生団体が発足しました。本学は語学部7学科を有する大学です。この各学科から集まった学生の柔軟な発想による行動によって、大学のハートに学生のハートに働きかけるハートウェアとしての活躍が期待されています。また現状として環境問題に取り組む実績の少ない日本において、私たちが前例を作ることで日本が環境問題に取り組む時の模範になるとも考えられています。また私たち学生が他の学生の心に働きかけることで、学生が環境意識を持てば、卒業生が社会に進出した際に日本の環境部門においてその知識を駆使することで好影響を与えることが期待できます。そして我々の学生団体自然エネルギー達成学生機構ソーネが立ち上がりました。活動理念の学生たちに我慢させない節電を掲げ、日々さまざまなイベントや調査を実施しております。とこの活動理念は広く世間に残っている節電は我慢するものだという一般常識を覆し、我慢しない節電が標準の世界レベルを意識したものであります。これを実現するためにソーネは3つの部署を作り活動しております。ソーネの中には啓発部署、戦略提言部署、広報部署があります。啓発部署は打ち水やグリーンカーテンを設置することにより学生に働きかける活動をする部署です。で、私が代表を務めさせていただいている戦略提言部署に関しましては、主に大学の設備変更やハード面に関する提案を主とする部署です。手段として設備変更による省エネの実例を調査し、それを大学内で実施することで、実施した上でこれが有効かどうかを判断し大学に提言する部署です。で3つ目が広報部署で、主に SNS 等を使った勧誘活動を行っていて、私たちの活動の周知や参加を呼びかける部署です。で今回は私が行った戦略部署の調査について簡単に説明したいと思います。今年の6月、我々戦略部署は設備変更に関する調査として空調調査を行いました。本学の教室にはおおよそ3台の空調が各教室に設置されています。当初の計画として空調の起動台数を1台や2台に限定し、サーキュレーターとの併用した時の効果と通常運転の空調の効果の違いを比較する調査でした。また消費電力の差についても調査する予定でした。設備を調査するにあたり、私たちは赤外線
温度計とサーモグラフィーカメラの使い方を知る必要がありました。それと同時に調査方法も学習する必要がありました。そこで初回の調査は練習も兼ねて、基本的な器具の使い方と教室についている空調3機を通常通り起動させた場合の効果について調査いたしました。当時の気温は、23度で、外の天気は曇りでした。で、室内気温は完全に教室を閉め切っていたこともあり 24.8 度で、外気温より少し高い状態でした。この状態から測定を始めたのが次のグラフになります。測定前の気温を測ってから1分後、設定温度をスタンダードの設定である24度にして3機同時に起動しました。開始当初は熱源となる人が4人いたため、若干気温は上昇し、3分の時点で最高気温25度を記録しました。開始4分から10分までに 急速に室温が低下した後、規則的に室温が低下し 24.1 度になったところで変化がなくなりました。ここに至るまで18分を要しました。次に設定温度を23度に変更し測定したところ、開始直後から規則的に室温が変化し、徐々に設定温度に近づいていくことを確認しました。設定温度変更から20分後、予定終了時刻となったため調査を打ち切りました。で、これらの調査から次のことが分かりました。サーモグラフィーカメラの画像と一緒にご覧ください。これサーモグラフィーカメラの青くなっている部分が温度が低かった場所、空調が一番効いている場所になります。で、オレンジ色の箇所は空調が効いていない部分になります。で、この調査した結果、 3機同時起動だと15分から20分程度で設定温度に近づくということが分かりました。また画像からは冷房ムラがこのように発見されております。そしてこの教室の温度変化だけではなく、調査に参加していた学生たちの変化もありました。調査前の学生たちの反応としては、当初計画していた調査と違うものになってしまったため、調査それ自体を疑問視する学生はわずかながら見られました。そうでなくても、これ初めての調査で、器具の使い方もわからない状態で、教員の助けもない、でそんな状態で調査が成功するのかという懸念もございました。しかし実際に調査を終えてみると、調査員はなぜここだけ冷房が効いているのだろうだとか、冷房村をなくし紅葉を均等化する方法はあるのだろうかという自分なりの疑問を持つようになりました。さらに、次回の調査はいつですかというような積極的な活動姿勢も見られるようになりました。で、今回の冷房村をどうにかして使えないかということで、私たちの戦略部署の班員が考えた方策として、この冷房村、よく電車の中で弱冷房車とかあるじゃないですか。で、それの考え方を応用させてもらって、弱冷房車というものを、弱冷房マップというものを大学内に設置するという方策を考えさせていただきました。で、一応学生の変化もあって、冷房村を使って弱冷房マップを作ろうっていう話になったんですけれども、これらの調査とか、あと学生の意見にも問題点が見つかりまして、その問題点がこちらになります。だいたい2点挙げられました。1点目は、教室に人がいなかったため、実際の授業の空間が再現できておらず、現実的な調査ができていないのではないかという点です。見ての通り、人が誰もいません。普通の授業であれば人が本当はいるはずなんですけど、これは人がいない状態で現実的な調査ができていないので、これが問題点の一つ目です。で、二つ目は、弱冷房マップは冷房村の箇所を指摘しているにとどまり、直接的に冷房節電に結びつかないものになってしまうという点です。解決策として、私たち学生団体ソーネのメンバーに協力を要請して、教室内に複数の人間がいる状態を再現し、実際の授業環境と変わらない状態で調査を行おうと考えています。また今回の調査に限らず、綿密な調査計画を立てることを実践していきたいです。特に今回の調査は急ぎ足で行ったあまり、現実的な調査を完全に意識しきれていませんでした。よって、次回の調査計画を立てる際は、部署内でしっかり話し合い、他の部署からの意見も参考にしながら、質の高い調査をすることを目指したいと思っています。また、弱冷房マップの使い道として、学内に複数ある建物の一部で弱冷房マップを貼り付けるという方策が打ち出されています。弱冷房マップは、暑がりの学生や冷え性の学生に、自分にとって最適な空間を認識してもらうことで、環境意識を醸成するものであると確信して、私たちはこれの作成を発案しました。また、教室内に冷房村を
教室内の冷房村を調べることで、教室内の気温を均一化するための方策であるサーキュレーターとの併用を考えるときに大いに役に立つものと考えております。そして仮に大学がサーキュレーターの併用を提案したとして、すべての教室にサーキュレーターを設置することはできません。理由として莫大なコストがかかるからです。でそう考えたときに予算の制約上で設置できない教室には弱冷房マップを置いて、予算の制約上冷房村が強かったりするところには、サーキュレーターとの併用効果で効用を均等化するという方法を取れば、一方では弱冷房マップによって学生の意識の醸成に役立ち、他方の教室では空調を2台とか1台に抑えた状態で節電ができるという2つの効果が期待されています。次に今後検討している活動について発表したいと思います。まず現段階では空調調査の完遂と学内デスクトップ PC の待機電力について調査の企画中です。また EMS エネルギーマネジメントシステムのデータを分析する班を戦略部署内に設置し、学内での実験や調査を行った前と後のデータを比較したり、学内のどこがどのくらい何の電力を多く使うのか分析する班を10月以降設置したいと考えております。最後に今後に控えているイベントについてお伝えしたいと思います。10月に幕張メッセで行われるエコメッセインチバとエコプロダクトに参加することが決定しております。とよろしければお越しください。またツイッターで私たちの活動も確認できるようになっているので、よかったら覗いてみてください。以上で私の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。